時間もない。ハンター一体放出。メッセージが届いた。うわ、ミッション失敗。一体のハンター放出された警護。時すでに遅し。時間過ぎてますね。嘘でしょ。嘘でしょ。ミッション終了。賞金アップならず、逃走成功時の賞金は78枚のままだ。もう仕方がない。後藤活躍できず。ぐるぐる回ったのに。いや、一歩間に合わず、ミッション終了。くそ。ハンター10体放出。悪夢の始まりだ。書きますじゃあ。不正解だ。多分ダメでした。多分ダメ。申し訳ない。すいません。ハンター3体放出。どうぞ。ミッション失敗。3体のハンターが放出された。合計7体。え、何？わずかに髪の毛が触れてアウト。アウト。ハンターを減らした苦労が台無しだ。日向坂46加藤翔が復活カードを獲得したが、ハンター1体がエリアに放出。合計6体となった。マルタン頑張れ。頑張れ。頑張れ。ハンター放出。その数は合計13体。悪夢の時間が始まる。2番手逃げた A 逃走艇員を、3番手に C 魅惑のマネ、人気のクロノスゴールドは伸びない。4番手レースの結果、1着 B、 2着 A、 全員外れだ。うわ、ミッション失敗。ハンターの数は変わらず5体のままだ。知ってます。